ラネイエの段田康則さんは皮肉にも加算中学校出身南紀町ね、はい、光る君絵では藤原の金家が外祖父となるために一条天皇を即位させたくて加算天皇を出家に誘導しましたよね、うん、で金家を演じる段田康則さんは京都市山科区の加算中学校出身という皮肉な経歴なんですよ、はい、まあ、ちなみに昔は加算天皇と呼んだようなんですけどね、うん、近くの元慶寺元行寺が天皇が落職したお寺でそれが地名になったとも言われて段田さんはそこのご出身ということですよね。面白いことですよね。今回は以上です。